皆さんどうもよろしくお願いします。ドラゴン TK です。ということで、今回もね、バイオハザードゼロ HD リマスターやっていきたいと思います。でね、前回ね、終わってからちょっと、まあ、ファインにね、戻しておきました。インクリボンも置いておくかね、もうね。ふと思い出したから。取りやすいところに置いとかんとね。置く。で、今回は、もう一つの方の赤いところですね。入っていきたいと思います。どこやったっけな？上やな。うん。で、これで、ね、ちょっと待って。うん。だいぶ空いてますね。5つぐらい空いてるんやったらいけるわ。じゃあ間違えた。これはちょっと、残しときたいから、ハンドガンに変えておこう。で、これで、グッドの章やったかな？うん。それをね、ちょっと取りに行きたいかなと思います。それをした後に、まあ、その前に赤いところね、もう一個あるね。そこ入っていってから、そのグッドの書の方を取っていきたいかなと思っておりますよ。ここやったね、確かね。よし、ちょ、間違えた、こっちや。こっちやった。捨てましょう。いらないんであれば捨てましょう。そして俺は物を取っていこう。ふんお？よっ。あ、なんかある。ハンドガンの弾取っていこう。ん？押しましょう。で、押した後に、ちょっとこれも取っていこう。ショットガンの弾ね。いるから。これも取っていって、はい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 。ん？よし、あ、登るね。登って、レベッカ、違う。登るんではなく、押していきたいんだよ。2、3、シュッと、OK。で、向こう側から押すことによって物が取れた。違うって。乗るなって。俺が丸押すからなんだよね。うん。押さんかったらこうやって、レベッカ自身が台を押してくれるから。だいぶいいんすよね。何かあるようだ。鉄細工の針。ですね。で、これでまあ、出て行きましょう。で、あとね、必要なところが、必要というか、だいぶね、映っている、あれ？こっちが、あれ？あ、ここだね。ちょっと焦った。うん。何が必要かというと、ここでね、バイオゼロ、すべて覚えてるわけではないけども、これも取っていとくか、マイクロフィルムね。いるし、後々に。もう取っといても大丈夫。で、ここで、ライターを使う。そうすると、開くんですよね、ここの鍵がね。うん。開いたようだ。では、入っていこう。で、この先やね、この先。ちょい。ほい。やっていこう。
ショットガンの弾かな、あれは。ん？ああ、これな。これは、ああ、あれですか。まあ、取っといて、どこかにまた置いておきますね。これは。ってことは、ここやな。うん。うん。いいよ。ちょっと邪魔。レベッカ邪魔。ん？あれ？あ、取れてたか。あ、グッドの少年。来たね。このままでアイテム持てません。ならば、こっちで取ろう。それがいい。で、取ったら、とりあえず調べる。ちょっと、あれ？あ、こうか。本を開いてみましょう。翼が、なんと翼が入っていた。レッドブルー翼を授ける。翼を授けませんけどな。うん。ちょっと邪魔。そうか。R3 ボタンで。ん？違う違う。こっちやね。待ってる待ってる。やれば問題なし。で、あとは、当たり前なんだが、どこやったっけ？行くとこ。こっち側。戻るか。なら、こっちやね。見えてなかった。さ、一瞬ね。目に見えてなかった。どうかしてたわ。うん。どうかしてたわ。うん。何？何かあった？ああ、こっち違うね。で、やることを先に、やるとすると、白の像、ちょっと取っといて、んで、翼を授けておこう。レッドブル。ね。レッドブルみたいに。あれ、オッケーオッケー、大丈夫大丈夫。右を取っとく。レッドブル。翼を授ける。調べるんではなく、組み合わせる。組み合わせる。よし、これ置いとこう。このままね。使う、使う。違う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 。置いとこう。の。ん、あ、距離が足らんかったか。距離が。たまになるんだよな。そういうことな。で、あとどこやったっけな。こっちやな。あの上に、前回レベッカで登ったところに、この、さ、なんとか細工の針を、合わせるところがあって、それを8時15分やったかな？うん。それに変えると、水の文様の扉が開いた気がするんですよ。違うかな？違うな。間違えてるな。私が行ってみる。ああ。で、動かせそうにない。壊れてしまった。なんだって？合流しろ。もう、行かなあかんのかよ。ならそこまでね、ちょっとカットしたいと思います。さすがにね。うん。じゃあ、こっち側な。どっちや。
外入っていっ、出ていった後のとこだよね。よし。よしよし。で、確か、こちら側から、上に行って、で、その後、外に出て行った先のとこやな。いなくなっている。まあ、ここら辺からまたやっていきましょうかね。ですね。ようやく来れましたよ、こちら側にね。いや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 、こら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 。まったくもう。あ、置くの忘れてきた。置くの忘れてきた。まあ、しゃあない。問題はない。危ない。セーフ。カラス、つつかれずに済んだ。よかった、よかった。うん。で、ここの、もうぐって、あ、こいつやね。最高のやつを、こ、あ、こいつ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 。長針が抜けている。これね、使っていきましょう。うん。動かしますよ。長針。8時15分やから。うん。右。で、単身で、左。これで決定。ガーン、ガーン。まあ、ここら辺はね、まだ覚えてるんですけど、これ以降のところがね、ちょっと忘れているね、かけている、俺には。いい感じになったんで、まあ、これ取っとこう。ちょうどいい。ちょうどいい場所にも落ちていてくれているから、これは取っていって、ちょっと待って。ちょっと作っとくか。一個だけね。調合しちゃうやつ。そうした方が良さそう。それで、こいつやろ?これと、あと水の、水色ではない。緑色のね。実は合ってるけどね。それを取っといて、組み合わせておこうではないか。二人分の。痛いもう。危ないな、ほんまに。まったく。カラス、なぜつくの?カラスの勝手でしょ。ほんまカラスの勝手やけど、やめてほしいよね。で、どっちもファンやんね。ならこっちに変えといて、先にちょっと置いてこよう。その後に、ちょっとね、しまってたところ入っていこうかね。今回は。で、その先やっていって、まあ、いい感じに終わらせていこうかな、とは思っておりますよ。ここに置いておこう。うん。ショットガンどうしようかな。まだ持っとくか。なんか嫌な予感もするし。ならば、まあ、先に下来たんで、こちら側の、しまってたところね、入っていきましょう。
奥の方にね、あったんで、プチュプチュ言って消えてくれると嬉しいんだから、あの昼みたいなやつで。ね、なんかある？うわー、ちょ、いたー、びっくりしたー。おい。よし。あっぶねー。ちょっとわかってなかった。あ、なんか発見。ちょっと待って、どっちが多いかな？ 76 と、いや、あ、ならこっちでいいわ。ハンドガンの弾取っていこう。で、ああ、マイクロフィルム。あ、こっち後か。こっち後か。こういうことあるんすよね。本当に。お、そこまで覚えてないから。よし。あれ？痛い、こら、こら、こら。ああ、もう。ああって言ったから、俺も、ああ、もうって言ったから。ああ、もうって言ったったわ、ほんま。ね、ほんとね。まだファインやからいいけどさ。さっき上の方やったか、行くとこ。ちょっとびっくりしたな。で、これで、まあ、この上来たら、先にこっちに来るべきやったなっていうところ、ことをな、言っていこう。おい、おる！オーケー！ありがとうございます。あ、ラジオびっくりした！ おったんかーい！これやね、いるのは。確か。これも取っていこう。このままでは持てません。あ、ちょっと待って。交換しとこう。ちょっと待ってね。で、これと、やっといて、あと、これを、B を、これと変えておこう。では、いきますか。これもあるから取っていこう。地の一部。月は地球に服従し、地球は太陽に忠誠を誓う。太陽は大いなる規律で全てを支配する。ね。地の一部。これで、先に進めるようになったんで、ね、行きましょう。これでようやく、あの中入っていっても大丈夫になりましたね。この先やね。確か。先に殺しといてよかったわ。ここ。あいつ結構ね、きついんすよ。ほんと。あ、ちょっと待って。あ、ここにおるね。2匹ね。本当にもう、イージーでもあれやからね。ノーマルちょっと無理やわ。ちょ、こっちが。組み合わせ？いや、違うな。使う。違う。違う。距離が足らんかっただけかな。そんな気がする。操作しますか？投影はまだしない。これを二つね。
やることによって重なっている、ちょっとメモらせてくださいますね。そこだけあったら先進めていきましょう。で、7へね。7のところと D のところをね、やっていけばいいだけなんやけど、覚えていられないんでね。おそらく。あれこれどうやったっけってなるんで、ちょっとね、書かせていただきます。書き終わったんで、まあやっていきましょう。はい。どうした ?MD リスクを取りますか?取りましょう。どうぞ。まあ、まだね、見たらいいんやけど、やっぱね、書いた方が、人っていうのは、覚えますから。ちょっと危ない。なのでね、書かせていただきました。ってことで、まあ、上行きましょう。2階ね。2階のところですね。これが、必須になってくるのは。よし、これで。中入っていけば、おそらくはうまくいくかなと思われます。で、ロック中、システムディスクが必要です。システムディスクあるよ。これで、これのことでしょう。MO ディスク。システム読み込み中、パスワード、パスコードを入力してください。2D。なるほど。2と D ね。OK。見当たらない。ちょっと2やから、ここと、ここにいて。OK。お前がここにいて。で、俺が D やから、ここかな。おそらく。2と、D。ん?もう、あれ、こうじゃないの?そう!ガコンってなった。なんで今一瞬待つ?時間が足らなかったかな?おそらく。そんな気がするが。いいね。来い。了解。合流しろ。どちら側がもう、こっちやな。こっちにしとこう。で、ちょっとここら辺でね、セーブしときたいと思います。インクリボン取っといて、ちょっと、タイプライター、セーブしましょう。しましょう、しましょう。上書き。で、これでね、やることによって、先にね、いけるようになりますね。確かね。ここに置いとくか、また。インクリボンはね。それがいい。物が持てんかったら嫌やから、やっぱ。で、こう、あの先やね。確か。この先っすね。ここに入ると、何かがある。何かおるかな?来たか?うん、
血出た。OK。あ、いなかった。ここはなんだ？ここはどこだ？ん？ああ、これな。思い出した。こいつな。チェス盤がある。チェックメイトしているようだ。確か、ここの、あれに合わせていったら、いけるんすよね。確か。見よ。おらよっと。よいしょ。で、こっちに持っていったら、こう、あ、な、ハードガンの弾があるが。よし、来ましたね。ブラックの章みたいな感じの。ハンドガンの弾、取っていこう。取られへんようになったら、ちょっと、あと、ちょい。これで、ん？なんだどうした？エビルの書、来ましたね。まだ何かある。マーカスの日誌。まあ、ここら辺はね、前にも読んだ記憶があるから、うん。そ、この、ちょっと、目を通すが、声に出して読みはしないですね。さすがに。ようやくたどり着いた。そこまでは読んだ。そこは読んだ。結構長いんでね。実際に。そこがね、ちょっとね、やばいっすよね。ほんとに。では、180あるね。大丈夫かな？あ、先にあれ見んとあかんな。これな。組み合わせではなく、調べる。んで、こう。本を開いてみましょう。来た！黒の翼を授ける。授けんでいいよ。まあ、授けなあかんねんけどな。あの黒い像に。結構ね、サクサクいってますね。今のところね。うん。何もないかな。あ、なんかちょっとあったか？こっち何かあったね。ちょっといろいろ、見てないからわからんけど。どこだ、ここは。あー、ここね。うわ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 。よし。おお。これはいいね。だがまだあるから、ショットガンね、置いといた方がいいよね。ちょっと大丈夫なところに置いていこう。うん。緑の薬品と、ブルーハーブを取る。緑の薬品ってこれ何に使えたんやったっけな。なんかちょっとね、記憶にはちょっとあるんやけど。対してね、覚えてないんですよね、ここら辺まで来ると。もうまあ、ここは、大丈夫かなとは、思うもん。だから、ちょっと出ていこう。出て行って、L2 押して、どこか行ってないところまだあるね。あそこ。
水やったっけ？いや、違うね。その前にちょっととりあえず置いていきたいものがね、出てきましたんで、置いていくようにしましょうかね。ここでいっか。で、左を取る。左を取るって出んかったけど出んかったけどもね。組み合わせ、クロノゾアに翼を授ける。これを使う。あ、もうだからちょっとよ。うん、 OK、 いけた距離よ、距離。うん、これで国が開くから、この先にね行けるようになると。いいですね、結構ね、順調に進んでおりますね。先にちょっと行っておきたいところもねあるんで、そちら側にちょっと行きたいんですけども、いるな。確かあそこは緑やった、水やったっけな。ここね、ちょっと忘れたんやけど。それやったら、おそらく行くところは違う。うん。これはまだやね。うん。水の模様か。ちょっと、グレラン取っていって、楽する戦法を取っていきましょうかね。グレランにショットガン。かさばってしゃあない。本当にね。ツーブロックやから。ならば、あの中入っていきましょう。今回でね。入っていって、あと、できることをやっていこう。よし、よし、よし、よし。え？何？おい！オッケー！危なーい。おっとい！ピクピク動かれても、ピクピク動かれても、こいつを、ちょっと無ねえなぁ。無ねえなぁ。なんもない。ロックされている。じゃあ、この中入っていこうかな。うん。前回ね、確か、なんかナイフ縛りかな。連れ合った時はね、ここら辺でね、終わってるんですよ。確か。お、なんだ？ああ、なるほど。うん。名簿を取っていく。で、ハンドガンの弾取っといて、持っとるね。これ持ってるし、これもあるから、まあこれ、どうしよう。グレラも持っとくか。んで？あ、これはちょっと。グレランいらんな、こいつな。置くを。うん。置くを。ねえ。インクリボーン。そう。それ。ちょっとここで、セーブしとこう。とあるイベントがね、発生しますんで。これは置いておきましょう。うん。今年はね、バイオ年にしたいから、俺の中で。なので、これをやっといて、まあ置いて、やっていこう。
いけるかな。ブルーハーブと、グリーンハーブ。OK。組み合わせておこう。そうすると、だいぶいいかなとは思う。交換、どうだ？あー、なるほどね。置いておこう、これは。調合した。あとならば問題ない。おそらく。スグレラン取っとこう。で、グレラン装備させとこう。高火力シーンってな。そこなんだよな。ほんとにな。で、今回これやったらね、終わりましょうかね。ここやったっけ？そうやね。これで、大きな通風口がある。ビリーが肩車をすれば届きそうだ。持ち上げましょう。届いた。届いた？持ち上げが、持ち上げがいかあったか。そっか。さて、どんな出来が出てくるのかな？どうした？拷問器具じゃないですか。あの、蔵などで見たわ。似たようなやつ。ん？ロックされている。前回ね、ここら辺でね、終わった気がするんですよ。電源調整装置について、先日の落雷により装置が故障した思いになっていると。うん、らしいと。なるほどね。なるだろう。針をとっとと70に合わせることだ。うん。これね、まあ、ちゃんと70になるまでね、ちょっと、カットの作業が入りますね。おそらくね。なので、時通しをさせていただきたいと思います。てなわけで、カット。上。下。ああ、違う！惜しい！なぜなのだ。いや、合ってるわ。まぐれ。まぐれ来た、これ。まぐれ来た、これっていう。さて、ピコンってな、音鳴ったね。オッケーオッケー。これの、蒸気が、途切れて、いけるところが、現れると。まだこそこそと嗅ぎ回っているのか。だが何をしても無駄さ。ここはすでに私のものなんだ。目障りな君たちには消えてもらおう。わははははじゃねえし。わあ、食われる。なわけあるかい。ああ、あ、痛い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 。うん。で、わあ、キャーってなってるよな。キャーってなってるよな。そんなバカな。どんなバカな？信じられない。これがあのバカ像の正体だというのか。ありえない。だが、もし事実だとするとアンブレラは終わりだぞ。奴の手で過去の秘密が暴かれれば、スペンサー会長もただでは済むまい。それは私たちも同じだ。この辺りが潮。潮だき言われてるよ。どうするつもり？アンブレラ突破さらばする。ディウイルスを用いた生物兵器は完成間近。あとは実践データを手に入れるだけだから。そんなふざけるな。私の研究はどうなる？ディウイルスはすでに完成したが、さらに強力な G ウイルスの完成まであと一歩なんだぞ。
すればいい、うん、私は予定通りスターズを洋館に引きずり込む。やつらなら必ずいいデータを提供してくれるだろう。わかった。とはいえ、やつをこのまま放っておくことはできない。確か、養成所の地下には自爆装置があった。自爆装置？面倒なことになる前に、建物もろともやつには消えてもらうことにするよ。なんだってなんだっていいやな、もう。もう無理。レベッカー、助けに行くぞ、今ベリーがな。あ、はいはいはい。ビリー助けて、ちょっと待ってよ。うん。まずこっち。ちょっと待って。嘘、ちょっと、なんか今、いなかった。なんか今、いなかった。よし、戻ろう。無視。敵は無視。スルー。スルーさせていただきます。この中入る。そして、ま、これは取っていこう。で、この中やな。確かな。敵は無視。うん。やってる暇はない。おそらく。レベッカが見える。一緒ぐらいも手遅れになってしまう。え、どうすんの？え？もう死んどけ。え、何？どうするの？どうするの？今初めて知ったんだが。あ、もう45分やな。45分ほど経っとるな。死者は歩かない。なんだ？ショットガンの弾。なんか、トロフィー来たが、何、どうすりゃいいんこれ。あ、ちょ、あ、ちょ、ま、マジか、あ、マジか、ちょっとびっくりした。ちょっとびっくりしたよ。うん。これはどうすりゃいいんや。なんかいるんかな、もの。うん。助けたいが、急がねばということは、うん、これは何かロープみたいなものがあるはずや。それを探せ。それを探せ。違う違う違う、いらんいらんいらん。そんないらん。ちょっとわからん。どこや？ハンドガンの弾を取っておくよ。うん。で、なんかある。なんか、ちょっと！これは違うか。どこかわからん。これ死んだかな？レベッカ死んじゃったかな？ちょっと待って。物がない。物がない、なくて、どうすればいいのかわからない。うん。ちょっと待って。マジでわからんぞ。これは。何かないか。行って、ちょっと待っ、あ、ちょっと待っ、おいこら。うん。
何どうすりゃんこれ。わからん。積んだ。わからんけど積んでいる。うん。レベッカを助けなければ、ちょっと待って、マジで。わからんねんけど。どうすりゃいいの？どうすりゃいいの？ねえ。え？なんか、ちょっとは覚えているんだが、どうすりゃいいのかが、そこが欠けている、俺の中に。やべえ、これ詰んだ。うん。どうすんの？だから。え？テークルになってしまうって、そういうことちゃうねんって。あれ？わからん。わからんよ。完全積んでいる。どうすんのこれ？わかんにゃい。わかんにゃい。手遅れになってしまうではなく、すいません。どうすりゃいいんですかね。わからん、マジで。どうしよう。うん。助けたいのは山々だが、ちょっと待って、だからさっきからもう、わかりにくいな、ほんまも。わからん、マジで。どうする？どうするべき？こっちに来たところで一緒やし、何か物あんのかな？助けるようなもの。手、届かへんの？わからん。どっかになんか物ないの？なんも。なんか物ねえの？何もなさそう。何もないっていうのが逆におかしい。何かあるやろ。どうすんのよ。初めて。ではないんだが、分かってなさすぎ。だ違う。そこ、そっち違う。なんか、5回ぐらいビリ助けてきたらなんか死ぬよね。確かね。押していって。どうすればいいのかわからない。本当にわからない。積んでいる剣。の。そんなんやってる暇などない。助けなければいけない。だが助けられない。さてどうしたものか。うん。助けたい。だが何もできない。どういうことや。これはどうしたらいいんや。なんか手伸ばされへんの？お前。マジですごいねんけど。わからんわ、マジで。どうすりゃいいんこれ。特に気になるところは何もない。気になれや。気になれや。
あ、ちょっと待って、あそこを調べてねえな。カチャってなったところを調べてないな。何かあるかな。ちょっと見てみよう。うん。それ、そうした方が良さそうだ。うん。何もねえかな。無理だな。俺積んでいるわ。どうしよう。どうしたらいいの？何もないけど。まさか一回出ていくとかある？まさかな。え？何どうすんのこれ。マジでわからへんねん。あ、もしかしてさ。今、ふと思ったんやけど、外出ていかなあかん？ふとそれを思った。まあ、死んだやろうけど、一回行ってみよう。うん。無理やろうけど。頼むよ。そんなのんきに歩いてる場合ちゃうって。あ、死んだ。ごめん。ごめん、死んだわ。ごめん、死んだわ。うん。ということで、今回はね、ここで終わりたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。アデュー、アリアス、グッバイ、さらば。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひ、チャンネル登録。Twitter フォローお願いします。他にもゲームタイトル矛盾縛り Twitter の方では様々なことを企画の人たちでやっておりますのでフォローお願いします。あと概要欄のところに A から O までのパート A の動画を集めた再生リストの URL とゲームタイトル矛盾縛りの詳細を書いておりますのでぜひそちらもご確認ください。では、さらば。